しゃ、じゃあせーの、はい、どうもキャプテンです。いやね、夏はねあまり走れなかったです。やっぱね、あゆ釣りがね楽しくてちょっとそっちにハマっちゃって、北海道マラソンはちょっとその1週間前に体調を崩してしまって、まあ、さらに全然走れなかったって感じで、はい。でね、もうね、神戸マラソンが 来週あと10日に迫ってるんでね、ちょっと焦ってます。まあ、なんだけど、まあ、しっかりね4週間ぐらいジョグ重ねてきて、先々週ぐらいから、まあ、ポイント練習、クオリティ練習っていうのを入れてきました。で、先週は、Tペースとインターバルを2日続けてやるっていうバックトゥーバックやって、今週もそういうのやろうと思ったんだけど、ちょっとねやっぱ Tペース体に疲労とかが結構溜まってたんで、1日空けて今日インターバルやります。で、今までねこうジョグの中でインターバルとか Tペースをやってたんだけど、今日はトラックで久々にやろうかなと思ってます。はい、じゃあまあね、どんぐらいできるかな、3分30ぐらいではロードではできたんで、インターバルは、まあ、そんぐらいでいけたらなって感じですかね。 TPS は3分、まあ、45から50ぐらいかな。まあ、ロードなんでなかなか難しいですね、ペース感覚つかむのが。まあ、今日は 1000m 5本で間2分30で、いいペースでジョグでつなげれるようにしたいなと思います。はい、じゃあとりあえず行きましょうか。まあ、だいぶ寒くなってきましたね。まあ、ちょっと1人はなかなか億劫になるけど、はい、やらないといけないというところで頑張ります。いやー、久々、まあ84秒でいきますか。よし、じゃあ3、2、1、ゴー。はい、始まりました。どうもお久しぶりです、キャプテンです。北海道マラソンはね、全然練習してなくて、はい、散々の結果に終わったんですけども、はい、今度はね神戸マラソンに向けて、一応ですね、北海道マラソンが終わってちょっと1ヶ月はアユ釣りに精を出して、で9月の終わりぐらいからちょっと神戸マラソンに向けて練習を始めていたところです。で10月はまあ280キロぐらい走れたのかな。で11月に入って今のところ週間70、80ぐらいを走れるような感じになってきてます。で、あとはまあ、ちょいちょい最近ね、2週間ぐらい前からポイント練習、クオリティ練習を入れてきたっていう感じですかね。で、今日はちょっと久々にトラックでインターバル。まあ、とりあえずインターバルかなっていう感じですよね。まあでも、今日がね、この練習やった日がもう、神戸マラソンの10日前なんで、あんまりね、激しいこともできないんで、まあ、とりあえずトラック行ってちょっとね、気持ちよく走りたいなって、なんか行けそうな気がしたんで、はい、来ました。まあなんだけど、この日はね、ちょっと気温が低くて、だいぶ寒かったですね。で一応マラソンの練習なので、この前に、8キロほどジョグをしております。でその後でのインターバル 1000m5 本3分31周84秒ですかね、で行っております。で一応ロードでジョグの途中でインターバルとかっていうのをやってたりはしてるんで、まあ、結構行ける感じはありましたね。はい、1周目83秒で完璧ですね。うん、まあけど、まあ、いけるとは思ってたんですけども、でも1本目はやっぱちょっとやっぱきつかったですね。今日なんか芝のね、整理をしてる人がいて、なんかこう、仲間意識、あっちもぐるぐるぐる回ってるんでね。はい。600メートル通過もこの1周は84秒切ってますね。まあ、やっぱね、トラックの走りやすいね。いつも、ちょっと最近、クオリティ練習はジョグの途中、ちょうど特に8キロぐらい、キャプテンのジョグコースがこう8キロぐらいいったら河川敷沿いのもう信号もないただの直線道路になるんで、そこであちょっとここまっすぐね、ゆっくりジョグでするのめんどくせえなとか思いながら、最近は T ペースとかインターバルとかをその中でやってるって感じですね。でなんでまあ3分30では先週やった時いけたんで、まあ、トラックもいけるやろみたいな感じで来ました。はい、案の定ね、結構ね余裕はありましたね。でやっぱ1本目なんであんまそこまで無理はせずに、ちょっと体と、体調を考えつつちょっと抑えながらの走りをしてみました。さあこれで 1000m1 本目終了ですね。はい、お疲れ様でした。まあ、こんな感じですね。まあ、いけそう。いけそうな感じはありますね。よっしゃ、2本目。ちょっと、うだうだしてたら、
2分30秒でスタートですね。でこの間もまあもうちょっと短くしてもいいかもしれないんだけど、まあダニエルさん的にはこのぐらいのインターバル であとねつなぎはいいペースぐらいのジョグでやってます。まあなんでちょっとだいぶちょっとペースは落ちるけど、まあキロ5分ぐらいでこううだ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 トラック次のスタート地点まで走ってるって感じですね。でねパワーもね最近やっと出す方法がね分かってきたんで、なんかガーミンのねやつをそのまま出してやると出ないんですよね。なんで一回他のソフトに読み込ませるっていうことを2回挟んでやっとねこのワットを画面に表示させることができました。なんかちょっと多分仕様が変わったんだと思います。データ的にはね存在するんだけど、なんか動画にする用のに取り込むとなんか認識してくれないみたいなんでね。で大体今のところ、まあ、CP が280ぐらいだったかな、84とかぐらいなんで、まあ P ペースよりは CP よりは速いペースなんで、まあインターバルペースぐらいかなって感じですね。まあやっぱ天候とかちょっと1周目早かったですね。81秒なんでこのペースでいくと3分25秒です。はい、なんで300ワットぐらいはずっと出せてるっていう感じですね。で、ただやっぱ風がね、ちょうどホームストレート向かい風なんで、ちょっとここは頑張ってるって感じですかね。はい。この一周も82秒かな。はい。いい感じです。3分25秒でいってます。で、パワーも大体300、まあ、ちょい切るぐらいかって感じかな。で、ここは追い風。はい。いいですね。ずっとなんか3分25のペースで安定してる感じがあります。なんか久々にトラックでこのインターバルやってね、だんだんねこうやっぱちょっと余裕があったんですね。ちょっとだんだんね気持ちよくなってきました。まだそこをねそういう気持ちよいって感じれるっていうことはまだ多分余裕があるなと思います。でねここでねあれなんかね見慣れた人がいるなっていう感じで、知り合いだと思って、しめしめって感じで走ってました。一回ね、あの低酸素トレーニングもなんかやるのやってくれた方なんでね、はい、何やるんかなとか、とりあえずね、探りを入れてます。あ、この1000メートルね、3分25秒でね、いい感じで行ってましたね。インターバル？インターバルです。インターバルらしいって、同じだね。さあどうしようか。3分10ぐらい、3分10ぐらい。いや、彼ね、実力者なんですよね、彼。ああ、でもなんか今日はね、そこまで速いペースで。あ、じゃあもうやる？じゃあ一緒にやらん？もうやる？もうやる？もうやる？あ、じゃあ一緒やろうよ。ちょうど今2本目終わって。なんかもうやる、もうやるみたいなね。じゃあ一緒やろう。ちょっと3分30ぐらいだけど、多分ちょっと離れる感じになるけど。強引だったんだけど、はい、なんか話が勝手に進んでるんですけど、はい。ありがとうございます。一緒にやってくれ。いいペース走ったね。うん、どこですか？なんかレースのね、やつをインスタとかに見られて見てて早いんですよね。ハイパンチたちもよかったら、一人だけズバ抜けて。あ、そっかそっか。地元のねレースも最近キャプテン出てますけど、いろいろねまだ復活してきてるみたいですよ、名前を変えて。じゃあお願いします。やった。はい、ヒデ君ありがとうございます。まさか仲間が来るとは。じゃあ3問目です。はい。バタバタで、はい、ありがとうございます。でまあ、ちょっと一緒に走るって感じでちょっと引っ張ってもらいたかったんだけど、ちょっとね横にキャプテンはいる感じですかね。はい、で内側にひでくんがいるって感じですね。せっかくなんでねちょっとね動画に、ね、映ってもらいたいなとか思いつつ出してました。でもやっぱねこう人と一緒に走るっていうのはやっぱ楽だね。これ何なんだろうね。一人で走るってやっぱすごいペースっていうのをね意識して走んないといけないんだけど、人と走るとあの、ね、その人のせいにねできるんだね気持ちが楽ですよね。修正がしやすいというかね、うん、やっぱ基準ができるんで、すごくいいです。はい。いいペース。42秒だよな、ね。いきなりだよ、本当に。フラット競技場に来て、で、だから、行っちゃってよ、遅かったな。アップしてたみたいなんで。でも、いきなりね、3分30。ペース感覚がね、抜群だね。やっぱり本当ね、楽だね、一緒に走ると。鳥とかもね、トラック上にいて、そういうのとかの感じ、うわ、完璧。いや、あの、3分30で、こう、ペーランとかしようと思った時に、ね、このね、やや切るっていうのがね、最強なんだよね。やや切る、おっしゃ、みたいな。ちょっと下ろすとなんか、0.5 秒だったら、まあまだ許容範囲だけど、
超えるとねダメで、ああいいねいいね、やっぱりトラック一周1秒って結構でかいしね、 0.5 秒ずれるのもね、なんかねこうペース設定してるのはなんか全然超えるのはいいんだけど、あ切るのはいいんだけど、ね、超えるのはちょっと 0.5 秒超えてくるとはなんかあーって感じになります。はい、でも3分30でこのぐらいのズレが気になるってことはね、もっと速いペースで走るとどん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 シビアになっていくんだろうね。同じ時間でもね、そうペースが上がると距離が長くなるからね。完璧、3分27秒でした。まあ大体ね、ちょ2分30取るけど大丈夫？いいえ、ジョグはこのぐらいのペースで取ってるけどね、インターバルの間が、ね、インターバルがね1分30秒の2分ぐらいで、ね、やる人が結構多いんで、ね、付き合ってもらって俺はすごい嬉しい、まあ、2分30でゆっくりジョグしたら、うん、結構体は、まあ、あの無理せんように、ね、走ってないっていうのはするんで、うん、でもその分ブーツマックスまでにかかる時間っていうのは多分そこまで、まあ、来るのがすごいよな、ちゃんと長くはならないんじゃないかなっていうキャプテンの、じゃあこの流れでいこう、あります。まあ、ダニエルさんが言ってることなんだけどね。じゃあ俺が次4本目だ、はい、4本目完全にね、じゃあ4本目お願いします、使ってもらいます、スタート。ここでね、すごい T シャツが気になってね、オールジャパン、ん？もう全国大会に出たんだって、ね、そりゃ早いよなって思ったね。なんかね、ちょっとねアンカバーしてるんで今日の気温の低さが分かりますよね。一応ランシャツ持ってきたんだけど、あのちょっと寒かったんで T シャツでキャプテンもやってます。で最近ちょっとねランパンに目覚めてきましたね。昔買ったランパンをね、タンスの下から引っ張り出してきて、はい、やっぱトラックでこういう短い距離だったらねランパンがすごい走りやすいね、まあ、マラソンだったら多分タイツで走るやっぱこうね、揺れちゃうんだよね、うん、あいいですね、41秒あのインターバルの初めの入りとしては完璧、これは、うん、まあでもやってね、3分30でインターバルがね、できるようになってきましたね、うん、初めね、ほんと北海道マラソン終わって、あいつで楽しんでジョグ始めた時はキロ後の40分ジョグがね、まあきつい使ったね、まだ気温もね、ライブそこまで下がってない時期なんで、クラス基準的っていうのは、あーきつかった。で、そこから40分、で50分、で1時間って感じでどんどん伸ばしていって、でもね、あんまりね、ジョグのペースはね、上がっていかないですね。今でもジョグはもう4分40ぐらいかな、でずっと走ってるって感じかな。だからあんま早く走っちゃうとね、ジョグもなんかしんどいんで、でもそれでもね、こういう感じでインターバルとか、キーペースも3分45ぐらいではできるようになってきたんで、まず続けていくことが大事なんだなっていう感じだと思いますね。まあ、あと、涼しくなってきたのもね、一つの要因だと思いますけども、まあ、相乗効果でね、涼しくなって走りやすくなって、体もね、どんどん変わってきて、で、さらに距離、練習、踏めるっていうのがね、いや、なんかいいサイクルにね、キャプテンが入ってきたって感じがありますね。だってこう、またね、走りたいなっていう気持ちになるのがね、一番大事。ただ、あんまやりすぎるのもね、ダメだよね、満足しすぎないって感じで、もうちょい行けるけど今日はいいやみたいな、はい、完璧だね。ずっとほんと41秒、 200m41 秒、 400m82 秒ぐらいずっと行ってる感じですね。ちょっとね、心拍計がね、腕につける光学式のやつなんで、やっぱりエピックス、ガーデンのエピックス、ちょっとでっかいゴツめのやつつけてるんだけど、それでやってるんだけども、ちょっとね、やっぱ最後トータルで見るとちょっとやっぱね、誤差がある感じがありましたね。やっぱカロスのこの、ね、腕につけるやつでやった方がいいのかもしれないですね。ちょっと今ね、もう胸バンドの光学式のやつ、心電図なんかつけたいとは思わない。はい、これ4本目が終了、完璧。いや、ちょっとね、キャプテン申し訳ないんですけどね、だいぶ余裕がありました、2本目はだいぶ楽そうやったね、全然後ろ行ってもね呼吸が聞こえなかったね、うん、もう口呼吸じゃなくて鼻で、ね、呼吸してるような感じで、ああ、まあ、次はラストはじゃあキャプテンのフリーで、はい、行きます。まあ、気持ち久々でちょっとね楽しくなってきた、結構ね走れてるからね、ラストうん、ラスト行こう、よしよい、スタート。まあ、なんかね、一人もまあ楽しい時あるけど、こうやって一緒に走らせてもらうとね楽しいよね、うん、やっぱ人が誰かおるっていうのがね本当安心感だし、よっしゃ頑張ろうっていうね、ちょっと
関わるところが無責任なみたいな感じになるので、ね、プラスの面に当たることの方が多いね。いいね。まあだけどね、人がいればいいんだけどね。一人だったらね、ほんと思いつきでパパパって練習できるけど、やっぱ相手は時間が都合とかになるんで。いや、今日ほんとね、めちゃくちゃ偶然。キャプテンのね、体が仕上がってる2本目終わったぐらいに現れて、いや、これはすごい。はい、200メートル。ちょっと上げてる。うん。ちょっと気持ち上げてます。で、やっぱトラックでベイパーめちゃくちゃ走りやすいね、これ。コーナリングとかも、多分このペースだったらまだ全然気にしなくていい感じなんだろうね。めっちゃ走りやすい。これはベイパー2、ネクストパーセントの2なんだけどね。勝ち虫、トンボの色、緑色のベイパーです。はい。だいぶ前のやつ。今はね、ベイパー3とかね、アルファフライのね、3が出てますよね。全然最近シューズ買ってないです。ジョグシューズね、最近アディゼロのジャパンにしましたね。で、ジョグシューズからのベイパーなんで、だいぶこう、瞬発力というかね、そういうのが感じてます。はい、80秒できました。まあ、ちょい上げてますね、はい。で、ね、ちょっと心拍がね、取れてないですね、ちゃんと。だいぶ多分160後半ぐらいまでは、今、体感では上がってると思うんだけど、ちょっと残念だね。次からジャンプしたやつをつけようかな。でも難しいんだね、腕のやつ。キャプテンもね、結構高性能な時計つけてんだけど、まあでもちょっと古いかな。2、3年ぐらい前のやつなんで。さあ、ここで600メートル。はい、ラスト1周です。ちょっと打ったか。ちょっと打った感じが。まあちょっと、まあ、ちょっとまあもうちょっと気持ち上げようかなって感じなんでね。パワーもね、320ワットぐらいいってるんで、はい。徐々にこうね、上げていって、さあ残り300メートル。いやーほんとね、今日はね、気持ちよくね、走れるようになってよかった。うん、3と30でね、走れるようになってくると思わんかったね。と思ったらね、動きた。はい、来た。いや、いいね。こういうのね、楽しいね。さあ、残り200。この通過が2分39秒。さあ、残り200です。いや、早いね、本当に。ちょっとね、離れそうになるけど、なんとか食らいついて、後ろ。ここ離れたらね、ちょっと、ね、きついんだね。はい。ついて。さあ、残り100でキャプテンが行く。あんまちょっとフォーム崩れないように意識しながら、もうちょっとこれ離されるけど、もう一回はい、お疲れ様でした。はい、最後3分11秒でしたかね。はい、残り800までは、やや上がったぐらいだったので、残り200で10秒速くなるって感じでした。はい、お疲れ様でした。いや、本当ありがとう。久々よ、こんな走った。よかった。いや、楽しかった。動きたわ、だって楽しかった。ありがとう。やっぱ思いっきり走るのいいね。最後、向かい風が想像以上にきつかった。よっしゃ。お疲れ様でした。いや、途中なんか、来てくれて。ほんといいタイミングに来てもらって、ありがとうございました。でもさすが実力者なんでね、できると思って。いや、余裕で。さあ、やっぱ走ってくれると嬉しいしね。やっぱり、誰かがいると。安心して走りました。お疲れ様でした。じゃあ、こういうマラソンに向けて、もう一回ロング走して、来週は T ペースかなって感じかな。まあ、寒くなってきたけど、ちょっと頑張りましょう。でもいい感じ、いけた。ありがとうございました。お疲れ様でした。本当にね、ヒデ君、ありがとうございました。彼もね、松江マラソン、こういうマラソンの2週間後かな、に出る、松江マラソン出るんでね。で、彼もね、これから練習まだやると思うんで、はい、また、よろしくお願いします。試行マラソンに向けて頑張ります。